はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、現在ですね、天空サクチャレ期間中になってまして、まあ、何回かね、あのサクチャレの方はやったんですけれども、自分のねデッキだとね、特攻キャラを入れてのね6股がねできないんですよ、キャラ不足で。でやっぱりね、経験点がねどうしてもね伸びないのと、あと爆発する要素がねちょっと見受けられないので、今回はガチャを引いていきます。で、今来てるのがサクチャレ特攻キャラ狙い撃ちガチャと、ミュウちゃんデビューガチャの2種類なんですけれども、まあ、こちらのミュウちゃんデビューガチャを引いていきましょう。まあ、理由は、まあ、ユニフォームエミリーとミュウちゃんが特攻3で設定されているからというところですね。でちょっときついのがね、あのバナー確定枠がないので、ここでエミリーちゃんかミュウちゃんが出ないと、ちょっとサクチャレはね俺のデッキだと絶望的かなというところですね。風薙くんはね、ほんとね投手でね優秀なんで、まあぜひともねプラ3まで持ってって固有解放して使いたいんですけれども、まあ今回のガチャにねかなりかかってます。で、一応30連目 SR1 枚確定のところまで、引いていきましょう。じゃあちょっとガチャの画面に行きます。まあまずは、タンガチャの方ですね。まあ、タンガチャのねバナー確定枠で SR が出てくれればもうそこでウハウハなんですけれども、いきましょう。まあそうそうないよね本当に。普通に白いし、うん、エミリーちゃんですね、普通の R。 じゃあ初回10連、ここは、バナーの PR が1枚確定で SR の出現率は2倍ということになってますので、まあねバナーの PR 枠で SR が出てくれれば勝ちです。頼むぞー、終わったな。特に何事もなく、みゆちゃん PR ですね。アンヌか、アンヌもね前はね結構使ってたんだけどね、初期の頃は。もうやっぱ今となっては火力不足ですよね。サイガの PR か、というような感じでした。でチャンスは残り2回、 SR 枠で出てくれるかどうか、20連目いきましょう。まあもしねちょっとここで出なかったらもうサクチャレは諦めてモンハンワールドでもやりますかもう。1枚ですね、確定枠のみになります。鈴本かーすげえ流れが悪いな。これはもうモンハンワールド直行かな、モンハンワールドをやれと言ってるかな。じゃあ、ラストの30連目に行きましょう。いやーやっぱりねバナー確定がねないっていうのがね本当にきつい。さて何個、おお一応2つ入ってる、おいろくなキャラが出ねえな。最後のこの虹玉に全てをかける、猫かいやこれはねもう今の俺のデッキだとね上位狙えないよ。まあこっからねもう一回引くかって言われたら、もう諦めよう。またねバレンタインもねちょっと控えてるんで石は溜め込んでおきますか。で、じゃあちょっと最後に風薙くんの中身でも見て終わりにしましょうか。まあ俺は今回諦めます風薙のプラさんは。まあ一応ね1枚配布というか、まあほぼ配布してるんで、見てみると風薙くんは、まずテーブルの方が固有40ですね、諦めの天才ということで、まあ、タックがね60プラス、固有が乗っかる感じと、特有練習率アップも、10% ついててさらに固有が乗っかる。でやる気効果アップ75で45レベルになるとさらにね技術ボーナス8がつくのでね、まあ、本当にテーブルも優秀だと思います。で野手と投手どちらでも使えるキャラですね。おっと、で、コツの方がね野手がね相当コツお化けになってるんですけれども、まあ、全体的にね、優秀なコツが揃ってるので、まあ、いろんなキャラクターと被せていけばいいかな。でもただ金徳がね、勝負師なんで結構重めなので、
まあ、そこが辛いところかな。で投手がね本当におすすめですね、まあ、キレと低め、貴重なコツを持っているのと、敏捷ポイントをねイベントでねすげーくれるんですよ。なのでね、結構ね敏捷系の金徳と一緒に使ってあげると本当に力を発揮すると思います。あとイベント数がね、全部で3つしかないんですんげー軽いですね。で前キャラなので前指でねイベント数が軽いキャラって本当に貴重だと思うんで、まあ風薙くんね、サクチャレが終わったらちょっとお借りして、使っていきたいと思います。でサクスペの方はねルナちゃんがいるんで風薙くんでね、敏捷ポイントをゲットできれば、まあ、走者釘付けもね、夢じゃないので、で走者釘付けルナちゃん取れるってことは変幻自在のね、キャラクターも合わせて使えるということになりますので、まあ、ちょっと、作者で今回はもう俺はもう本当無理なんでもう諦めます。ちょっと今日からモンハンワールドやりますんで作者でどうしようかな、1本くらい動画上げて多分終わっちゃうと思いますまあそんな感じで、今回はこれで終了したいと思います。まあ、作者でのね、風薙くんは本当優秀なキャラなんで、まあ、狙えそうな人はぜひね取っていただければと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。